はい皆さんこんにちはおなすの誕生日占いへようこそ本日も有名人を占っていきましょうはいでは本日は土屋太鳳さんと広瀬すずさんの相性を占っていこうと思いますでは早速占っていきましょうはいではまず土屋太鳳さんは1995年2月3日生まれ広瀬すずさんは1998年の6月19日生まれですね ははいではまず土屋太鳳さんの性格面をおさらいしますと「まあ、誰とでも仲良くできて、まあ、かなりモテる方だよ」ということですねのんびり屋さんで芯があるしっかりとした女性というイメージですね、はい、では広瀬すずさんに関してはもう中身はゆったりおっとりと過ごしていたい方ですねで表向きは思ったことをすぐに口にしてしまう癖というものがもしかしたらあるかもしれませんまあよく言えば表現力に富んでいるということですね で基本的に自由に生きていきたいという方のように見えますので束縛を嫌うようですねで配偶者の面ではイケメンを好む傾向はあるのかなという感覚ですね、まあ、なので今噂に立っている俳優さんはまあとてもイケメンだと思いますのでまあ美男美女っていう感じですねいやそれにしても山崎賢人さん羨ましい限りですねはいでははこの2人の人相性は とても良いですで心も通じ合いますしで一緒に過ごしていても悩みを打ち明けたりができるぐらい仲良くなれる関係だと思います。で広瀬すすずささんんががごくおしゃべりが好きなのを土屋太夫さんもそうだよねという感じで土屋太鳳さんもおしゃべりや人と交流をするということを好みますので、まあ、楽しい会話が繰り広げられるような相性だなという印象ですね。 どちらかというとこの広瀬すずさんと土屋太鳳さんがもしどちらかが男性だった場合はむしろこのの組み合合わせせ方がが付き合ったたとししら相性がいいかもしれませんね、まあ、友人としてもとてもいい相性ですしまあ家族と一緒にいるような、まあ、空気感になりやすい関係かなと思いますので、まあ、どんなにいい相性でも何かあった時には恨みあったり等もあるかもしれませんが。 まあそういうのも基本的にはすぐに解決に向かったり等できる関係かなと思いますので、まあ、少し安心しましたね今後もこの二人の女優さんからは目が離すことはできませんはいではこのようにですね有名人今後も占っていきますこのチャンネルが良かったなと思う方はチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまた